こんにちは、辻の子です。今日もメイドインワリオゴージャスやっていきましょう。まずガチャコロンいきますよ。ガチャペロンだね。レオマスでワリオだ。ミスターハッスル。キャラクターカードダミー。スペースギャング A ランク。ワンノスケ。ミスターマンティス。ミスターハッスル。シャギー A ランク。アナ B ランク。アイミ A ランク。どんぐらい溜まったかな。ほう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 。おおおおおお、結構半分ぐらい溜まってるような気がするぞ。さあアフレコいきますか。ドリブル&スピッツやってっていうのが多かったかな。まずはお手本を見ますぞい。どんなお話だっけ。宇宙の狭間。えらいこっちゃ。お客さん降ろしたんはええけど、完全に宇宙戦争に巻き込まれてしもた。めっちゃレーザー飛んでますな。関西弁か。おっ、危な。おら、どこ狙っとんねん。落ち着き、ドリブル。せやけど、車に傷が。やめとき、相手は UFO やで、うん、敵に回して厄介事になったらどないするんや。すんまへん。すぐカットなったらあかん。客商売と一緒やで。さすがスピッツハン、いつも冷静や。うん、前からなんか来ますね。レーザーや、ハンドル切り。間に合いまへん。なるほど。僕どっちかっていうとこっちだな。ドリブルの方だな。実際車運転しててもこんな感じかも。窮屈。あ、ほんとだ、これだ。7777。機械じゃん。結構長めだね。次7並び。そしてエンディングは、ドリブル、次はどれや。みんな追い払ってしもたで。ほな、宇宙戦争はおしまいやな。そういうことですな。すごい、やりましたで。わしの冷静な判断が身を結んだな。冷静？とにかく、めれたしめれたしや。地球に帰るで、ドリブル。かしこまり。かしこまり。今日もええ仕事したわ。いいね、ロックな感じで。よし、今日はこの二人やっていこう。さあ、まずオープニングの方、頑張りました。行きましょう。どうだ？えらいこっちゃ。お客さん、降ろしたはいいけど、完全に宇宙戦争に巻き込まれてしまった。めっちゃレーサー飛んでますな。あ、危なー。こら、どこ狙っとんねん。落ち着き、ドライブルー。せやけど、車に傷が。やめとき、相手は UFO やで。敵に回して厄介事になったらどうないするんや。すまへん。すぐカットなったらあかん。客商売と一緒やで。さすがスピッツハン、いつも冷静や。ん、前からなんか来ますで。レーザーや、ハンドル切り。間に合いまへん。えらい目合いましたで。シャヒーン。あいつら、レーザーへん。ドリブル、バジョカのようや。かしこまり。って、あかん。すっかっとなったらあかんって、さあ。やられたままで、たまというか、ボケ。押せよ、押せ、行くで。冷静に、冷静に、スピッツハーン。いいんじゃない。いいんじゃない。演劇部で培われた、なんか言い回しが効いてるような気がする。僕高校時代は演劇部でしたから、こういうの好きですね。おーし、今回もエンディングの方も使い分けていきましょう。短い。ダリブル、次はどれや。みんな追い払ってしもたで。ほな、宇宙戦争はおしまいやな。そういうことですな。すごい、やりましたで。わしの冷静な判断が身を結んだ。冷静。とにかくめでたしめでたしや。地球に帰るで、トリブル。かしこまり。はあ、今日もええ仕事したわ。なんで最後だけちょっといい声で言ってんの。いや、なかなかハマってたんじゃないでしょうか。ちょっと面白さはなかったかもしれないけどね。次誰にしようかな。ちょこちょこ埋めていきましょう。あ、そういや、クライゴはやってくれって言ってたね。次クライゴはしようかな。
よし、アミーボも。今日アミーボね、ちょっと頼んだんだけど、またね、来た時新しいやつやろうかな。さあ、どれやっていこう。じゃあ、これから。はい。なんだ。同じか。もう見た人だったらわかるでしょうね。腕の筋肉の描き方が大変よろしいですね。温かな雰囲気の背景で心が穏やかになります。730。なんだかわかりますか？僕の動画見てたらわかるはず。もう一回今度これ言ってみるか。それなら楽勝やで。このいっぱい分かれるっていうパターンと大きく書くパターンが2種類あるんだろうね。お、これクソむずいやろ。これ何のアミーボか分かる人いないでしょ。僕もうすでに1回やってるやつなんだけど。これ難易度クソ高えぞ。どうしても分かんない人、概要欄に僕書いてますんで。同じものをこれだけたくさん同じように書けたのがすごいですね。優しいピンク色、故郷の母を思い出しました。690。これひでえな。これは分かんないでしょ、さすがに。どうだ。おい、ちょっと待て。赤ピクミンが、あ、もう言っちゃったけど。赤ピクミンがすげえ肉布団の上でくつろいでるんだけど。そしてピンクのやつ、なんで目がハエみたいな、トンボみたいな目してんの。青は可愛いね。いいなぁ。なんかちっちゃくなってたやつ、もう一回やるのいいね。ポップでキッチンな画風ですね。よだれが出てきました。今夜は焼肉にしましょう。ローストビーフじゃないのこれ。おお、高い。この値段で買い取りましょう。1150。美味しい美味しい。ありがとうございます。さて今回はね、こっそりゲーマー名人、レベル3を1200以上、そしてエンドレスでスコア40以上。頑張りましょう。頑張ります。レベル3でね。レベル2までは行きました。レベル3は1200ってことは、多分80まで残していいってことだろうね。今日もゲームしよ。頑張ります。集中だぜ。あー、来るな、これ。よし。まずは OK。扉が怖いよね。よし、いいぞ。集中。うまくなってるよね。こっち。よし。よし。うっそ。ワンテンポ遅いだけでマジか。いや、まあワンテンポ遅かったらダメだけど。ワンテンポ遅かった。あ、来るな、これ。あー、普通のオッケーか。よし。タイミング完全に見切らなきゃ。うわー、これ怖え。よし。これ持ち上がってからで大丈夫だね。来ないか。うわー、来た。来たぞ、とうとう。この時間だ。ポイント押さえろ。こっち見るよね。切れたらこっち見る。覚えろ。4つ。OK。来るぞ。あー、もうすっげえ時間使ってた。いや、もう一回見るよ。ほら。怖え。ポイントは分かってるけど、
もうミスれない、もうミスれなくなっちゃった。あーミスった。ちょっともうギリギリを攻めてミスりましたね。勇者は再び立ち上がった。よし、うわーミスった。ダメだ、ミスったら終わりなんでね。あの腹隠せ系と合わせたらきつい。あーあー、これはずれてるね。きた。いや来るか、あぶねえ。こう戻ってくるパターンでしょう。いやシャギー来んのかよ。惜しいぞ、まだ80まで余裕ある。怖い怖い。テレビの方気にしちゃった。また勇者は再び立ち上がった。そう、あぶねえ。あぶな今の。はい、あーもうちょっと遅くていいんだな。89だもんね今。ここはまだ大丈夫。3、よし。あれこっち来なかったな、なんでだろう。こっち来なかったよ。あれは大丈夫。集中だ。ボス来い、ボス。よし。オッケー。まだ大丈夫。いやバカ、やってた。いける。どうだ。あ、勝ったんじゃない？87。あぶねえ。いや完全に今見つかってたんだが、しかも猫に変わったんだけど。1270いけました。勇者は再び、いやちょ待って、立ち上がらない。ちょ再び立ち上がらないよ。1270、これいったでしょ。1200だったはずだし。よし、1200以上出しました。じゃあエンドレス40に挑戦していくか。確かグレートだと見つからないように、グレートだと長いんだよねきっとね。よし、よし、オッケー。2、4、5、40以上だもんな。よしよしよし、いいぞ。下がね、集中しなきゃいけないやつだと結構きつい。あー来るな右。あーずれた。早い。
あ、来てる。あー、やっちゃった。やっちゃった。下降りて登ってきて、よし、あー怖っ。来るか、出てくる、出てこない。右、怖っ。怖い怖い怖い。よし、猫飛び出てきたんだけど。にみ、集中、グレート取れねえな。猫、あ、来た。よし、おっしゃ、グレート。あ、やってた、ミスった。お、まずボス来たよ。釘打ちね。いやー、ちょっとこれ結構使っちゃうな。ミスりはしょうがない。おし、レベルアップ。あー、時間かかっちゃった。2、うわ、40って、これレベル、やっちまった。これはむずいぞ、40は。プル？よし。あー、ミス。うわー、下見てた今。22ね。勇者は再び立ち上がった。下見てた、きつい。レベル上がってからがきついわ。うわ、マジかよ。おい、いきなり飛び込んでくんのないでしょう。マジっすか、いきなり飛び込んでくるとかあんの？怖すぎ。うわ、怖い。こわ、カラーバーじゃねえのかよ。カラーバー基準にしてたわ。あー、また来た。これは本物だぜ。よし、 OK、 クリアできた。あれは猫でしょ、さすがに。こっち、いや、また来たよ。母ちゃん頻度高くね。戻ってくるなよ、戻ってくるなよ。ガチャガチャが来るかも。左、いや、来るか。よし、
よっしゃ。まあ、オッケーオッケーオッケー。はい、うわー怖え。いやーもう時間かかった。くそ。よし、これは稼げた。何回来るねん。いや右怪しいぞ。いやーちょっと時間かかったな。おし、ボスまで来た。首打ちつけ。いや来てるな。よしよしよし、いいぞ。早く。オッケー。よし。よし。いや違う。いやこれ手汗やべえわ。あー今完全に母ちゃんだったらアウトだった。これはオッケー。来るか。よし、オッケー。連発じゃない。よし、あ、来るかな、これは。あー、うっそ、注意してたのに引きつけなきゃよかった。また22で落ちた。キリンかよ。完全騙された。来るか、戻ってくるか。オッケー。下が失敗できなくなっちゃった。ミスってる。ゲームオーバーとは何事だ。楽しかったね。くそ、楽しくねえわ。勇者は再び立ち上がった。楽しくねえわ。40いかないと。すっげえゆっくり来やがった。集中しろ。いや怖っ。怖すぎ。オッケー。4。あーもうダメだ。うごめいてからの時間が。失敗したくないもん。おいおい、ちょっと待てや、そこで寝るなよ。うわぁ怖え。ちょっともう遊ばないで。あー怖い。次何？打つやつ？あー打ち返しね、オッケー。あぶな。
ける。よし、3回打ち返した。来るか。あ、来る。よし、大丈夫、いける。あー怖え。あー、そこか。よし、あー怖え。あー失敗しちゃった。まだ4つあるからね。あ、来た、本物。あぶな。よし、あー怖え。なんだよこの対応力。対応力が求め下げされすぎ。当分大丈夫だよね確か。落ち着け。あぶねえ。あー怖っ。しっかり。オッケー。これ来る可能性ある、どっかから。あー、うっそ。下でやっちゃった。あ、でも45いってる。いやー、いけましたね。ギリギリだったけど。いけてないと思ったけど、いけてました。よかった。いや、かなりの、あれ見れたんじゃないかな。しかも結構上ね、余裕あったんで、今のね、ちょっと下、集中しなければいけてたのにな。よし、ちょっとミスって。あ、上に登んなきゃダメなんだって、下見た瞬間に上来ちゃいましたね。やられちゃいました。今日はもう我慢。いやでもいろいろ見れてよかったな。コスリゲームはこれで一応ミッションはコンプできたんで、一通り遊んだということにはなるんでしょう。おーし、40以上出しました。やったぜ。夜更かしチャレンジ1プレイ中にグレート5回成功。 OK。 おーし、ということでコスリゲーマーもだいぶやり尽くしたので、次回はどうしようかな。ちょっと迷い中ですけど、昔のやつやってみようかな。まあ、ワリオカードやりつつ、そうだね、昔のやつをやる、みたいな感じでいこうかなと思います。二部構成でね、一つの動画で。こんな感じですが、こんな感じです。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。